BMW のプラグインハイブリッドモデルについてご紹介します。小見さん、プラグインハイブリッドモデルって、はい、ガソリンと電気モーターのハイブリッド、ちょっとさらに頭の中がぐちゃぐちゃになってくるでしょ。はい、ちょっと詳しく教えてください。ハイブリッドって知ってますか？ハイブリッドは電気モーターとガソリンで一緒に走る。そう、電気モーターとガソリンで走る、はい、まあ、正確にはハイブリッドは別に何でもいいの、2つの動力源、異なる何かの動力源をそれぞれ合わせてタイヤを回すっていうものなのね。だからハイブリッドで回すっていうもの。だから今は主力なのがおっしゃったようにガソリンエンジンとモーターになってる。でこれでハイブリッドでしょ、はい、で BMW も持っているし、でそこに要はこれって HV って呼ばれるじゃないですか。だから PHV プラグインハイブリッド、プラグインってじゃあ何のことかっていうと、まさにあるのよ、ここに。こちらですね、はい、これがだから、プラグなのよ。なるほど。だからこのプラグを、これをプラグイン、これでだからプラグインハイブリッドよ。なるほど。というのはだから充電ができるハイブリッドなの。だから車はもともとハイブリッドは全部バッテリーを積んでるでしょ、モーターを動かすために、はい、でそのバッテリーを少し大型化してあげて、例えば夜寝てる間とか通勤に乗ってって仕事してる間とかにこういうのでガチャンと、充電しておけばバッテリーが充電されるでしょ。そうすると出る時にはこれを抜いてもらって、はい、でこれで走り出したら充電されたバッテリーの電力でもって、はい、もう近郊であれば買い物とかも含めて近場であれば全部 EV 走行ができる。無音走行、エンジンかからんっていう静かな走行ができるの。ガソリン使わなくていいということですね。そう、それがやっぱりプラグインハイブリッドの大きな魅力ですよね。しかしですよ、 i3 とか i8 でもプラグインしますよね、うん、そうですね。差は、はい、i とかをちょっと i ってなんかイメージが、まあ、こんなこと、まあ、エコとかをすごい追求してるんだろうな、次世代カーだろうなっていうのは多くの方がイメージしてるんですけど、その存在意義ってなんかちょっとあやふやでしょ。すごくシンプルに考えた方がよくて、例えば今までも BMW であれば M があったでしょ、はい、M って何かって言ったらダイナミクス特性を鍛え上げる先行開発ブランドなのよ、はっきり言ってしまうと。だからそこでエンジンの技術、さっきもウォーターインジェクターとか M3、M4 とか入れてるでしょ、今回の限定モデル、はい、でああいう技術とか、を使って運動性能を高めよう、加速を高めよう、そういう技術がフィードバックされるの、一般車両の BMW に。だから先行開発ブランド、はい、で BMW はそういうエフィシェントダイナミクスも掲げてて、ダイナミクス特性を効率よく得ていこうとやってるでしょ。この効率っていうのをどんどん鍛え上げていくブランドがだからこの i なの。だから i はだからこそカーボンの技術も使うし電気の技術も使うし、効率をとことん求めていった、そういう技術をノーマルモデルにフィードバックさせる。だからその主たるものは大体カーボンと今電気ってなってるので、まあ、そういうのがこれだからノーマルモデルにフィードバックされてきたのよ。だからこれはすごいですよ、はい、例えばこの2シリーズでいうと、はい、まあ、フロント部分にハイブリッドユニットとしては積んでるんですけど、これ4駆なんですよ、はい、このモデル。しかも、はいはい、でリアタイヤは通常の4駆ってフロントで発生した力を動力伝達源のなんかプロペラシャフトとかちょっと室内が狭くなるようなね、重くなるようないろいろごちゃごちゃしたものを積んでリアタイヤ回してるんですけど、これシンプルでリアタイヤはもう専用のモーターで回すの。だからモーターで回すから、しかもモーターは今動いてくださいって言った時にだけちゃんと的確に必要な分だけ必要な量を動くのよ。だからこのね、制御がやっぱりモーターは自由自在なのですごい走行性能が高いです。こちらは2016年以降の走行するモデルって伺ってるんですけど、うん、今出ている X5、 そう、はい、X5 はもう出てますよね、はい、ねえ、ちょっと見に行きますか。行きましょうか。はい、はい、まあ、皆さんご覧になって人気ですね、やっぱり。想像してみて、このね、はい、まあ、ある意味大きなボディ、うん、すごい重たい車が、はい、無音でシャーッと走るんだよ。だからハイブリッドはやっぱり簡単にエンジンがかかっちゃうのよ、はい、だから基本的にハイブリッドはエンジンとモーターの力で走るから、もう基本的にエンジンはかかろうとする。でもプラグインハイブリッドはなるべく電気の力で、要はバッテリーが大きい分ね、走ろうとするから、だからエンジンがかからない領域が多いの。じゃあこれすでに出てるモデルですが、そして先ほどご紹介した2シリーズね、うん、そしてもう1台ありますよね。
ありますね、はい、あこちらも今大盛況で皆さんものすごい人が群がっている、はい、もうモーターショーしょうがないですね。プレスデーもこんな状態です。こちらの車はこれ3シリーズですよね。まあ一番 BMW でいうと売れ筋モデルでしょ。これにももう少し経つともうほぼ完成されてる形なのでね、今もうコンセプトとかではないので、だからこれがいずれ入ってくる、でまあ普通にあのリアタイヤ駆動としてハンドリングもシャキッとしてるし、まあそういった形で出てきますけど、あのやっぱり注目は電気だけで走れる、すごいなんか環境性能にもいいし優雅な世界だし、なんかおしとやかでしょ、はい、でも BMW のこの3シリーズのハイブリッドってアクティブハイブリッド3っていうのがあって、それなんかはフル加速したら M3 とかとある程度同等で加速できるぐらいの速さを持ってる。だエンジンパワフル、モーターそこにパワフル、これドッキングさせたら M みたいな速さになるみたいなのが BMW の元々のハイブリッド。だそういう世界もちゃんとありながらバッテリーが大きくなった分 EV 走行、静かな走行までさっき言った通りできるっていうのはね、一回多分乗ったら、うん、もうやめられないと思う。もう未来からなんですよ。だからもう未来がもう詰まってますよ。だから言うなればありがとうございます。 BMW のプラグインハイブリッドモデルについてごめさんにお伺いしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。